はい、皆さんこんにちは、今回はですね、2018年最初の商品最新情報というのをねお届けしたいと思います。この、ね、動画を見ている人たちが興味を持ちそうな雷魚、でまあナマズで怪魚ですね、そういったね系列の、商品の紹介をしていきたいと思います。でまずね、はじめに紹介したいのがですね、まあ、新製品っていうかね、そういう情報というよりかはですね、まあ、従来商品に対するちょっと新しい情報からお話ししていきます。ですね、まずアブパーツのですね、ツルがついたメカニカルブレーキの蓋ですね、それをこういうふうにこう飾れるっていうものがあります。で結構ねメカニカルブレーキの蓋ってみんななくしたりとかする時があるんで、まあ、それのね補助パーツとしても使ったりしてる方が多いと思うんですけども、これがですねもう生産を中止するというそういう情報です。でただ今現在でもですねメーカーさんには結構在庫がある状態なんですけども、そのメーカー在庫がなくなったらもう終了ということです。ですからちょっと早めに確実に欲しいっていう方はですねお早めにお買い上げいただければと思います。この動画の概要説明欄にもこの商品のね商品ページのリンクを貼っておきます。でただですねそのもしこれを見た時にですね商品ページが概要欄に貼ってなかったら売り切れだと思ってください。でですねそんな感じでアブパーツの社外品でですねもう一つ生産中心なものがあって、それが止めるパーツですね、ドラッグを強化する、ワッシャーなんですけども、こちらの方もね今メーカーには結構この動画を撮ってる時点では、在庫数は結構あるんですけども、うちのお店にもね在庫はたくさんあるんですけども、これも在庫なくなる次第生産終了の予定ということになっておりますので、はい、ちょっと今シーズンオフですけどもね、欲しい方は早めにご購入いただければと思いますっていう情報ですね。でまあアブのパーツ類に関してはこれぐらいです。次にですね雷魚ロッドですね、雷魚ロッド関係の情報もあって、まずですね昨年非常にこう人気があったヘッドガンナーですね、新野美さんがですねロシアで海外向けに作ったっていうロッドなんですけども、でこのロッドがすごいね非常に価格帯も安くて、で新野美さんが中国の工場に出向いて、全て指導してっていう、で新野美さん 100% プロデュースの完成度が高くてデザインもかっこよくてっていうので人気があったんですけども、でこれに、ね、J モデルが出ます。で J モデルっていうのはどういうことかというと、昨年のものは、海外向けに生産したものを、まあ、海外で売って、その残ったものを日本に輸入して、でそれをこう各店舗に振り分けたっていう形だったんですね。ですからもう、まあ、限定販売みたいな感じで、みんな急いでこう買った方とかもいらっしゃると思うんですけども、でそれをですね日本向けに作ってですね安定してまあ販売するようになるということですね。で一つですね違いがあって、ブランクスとかは全く一緒なんですけども、スレッドがなんかこう紅色っぽくなったりとか、でダブルラッピングの真ん中の部分がシルバーになってっていうので、ちょっと色合いがだいぶ変わります。でこれがですねその前のもともとのすごいこう黒を基調としたいかにも二宮さんらしいデザインのあちらの方が欲しいなっていう方は、ちょっとだけ在庫残ってますので電電丸に、はい、こちらもですね早めにお買い求めください。で J モデルがいいっていう方は春に発売なのでもう少しお待ちくださいって感じですね。とですねあとは情報が入ってきたのがティムコですね、ティムコさんのバジュラですね。でティムコさんのバジュラのそのロッドに今ニューモデルが出るという感じですね。でまだですね一応私もサンプルを見て、グリップの部分が色合いがちょっと違ったりとか、あとは金具の部分がレッドだったりとかですね、非常にかっこいいです。あとフッキングスペシャルっていうようなロゴが入ってたので、フッキングスペシャルのフロックの方に、まあ、適しているのかなっていう感じですね。ただまだすごい細かい詳細とか金額とかも出てない状態ですね。まだ受注も取ってない状態なんで、まあ、まさに最新情報という感じですね。あそういうのが出るんだなぐらい思っていていただけたらいいと思います。でですねロッドといえばですねフィッシュマンさんがですねまたすごい激しく新製品を出してきます。これ介護系ロッドですね。ここら辺のお話もちょっとしていきますね。今までパワー表示がねその LH だったりとか MXH だったりとかエクストラヘビー XH だったりとか、まあそんな感じで表示してたフィッシュマンさんがですね L プラスっていう表示の竿のシリーズを出してきます。3種類考えてるみたいで 66L プラスっていうのと 83L プラスっていうのと、あとは
9.2L プラスっていうね、3種類の長さを出してきます。でこれは具体的にはどういうことかっていうのを見ると、これルアーウェイトがすごい軽いものから、まあまあ重たいものまで投げれるっていう感じですね。例えば 6.6L プラスだと、これ適合ルアーウェイトがですね 6g から 28g っていうふうに書いてます。6g のものも投げれて 28g のものまで大丈夫っていう、すごいこう幅広く使えますね。でこれどのような感じになってるかっていうと、あの先がすごい柔らかいです。はい、これね見ると、あの 7.3L 譲りのしなやかなティップにっていうね、もうぐよってこう曲がっちゃう感じで、ティップの方は、はい、で下の方はあの 5.シリーズよりもさらにあのしなやかなシャキッとしている不思議なフィーリングみたいな感じで変えてますんで、あのまあパワーがあるあのバット部分っていうことですね。であの昔の技術だと結局次にしてくると、まあいろいろそこで感度が悪くなるとか強度が落ちるとかっていう感じで問題がありました。ですからあのワンピースのロッドがもう一番良くて、でそれで持ち運びとかを考えてこうやむを得ず、まあ、次にしているっていう風だったのが、まあ、どんどんねこう技術が進化してきて、次なのにこう綺麗に曲がるとか、あのワンピースのような使用感で使えるとかっていう風に、まあ、進化しておりますので、それによってあの先の部分とその他の次の部分っていうのをパーツのその硬さとか変えることによって、まあ、あの多様なバランスで釣りができるようになったってことですね。ですからこの L プラスっていうのがあると、それ軽いルアーが投げれて魚がかかってもこうバットが強いので持ってこれるとか、はい、で重たいあの竿全体で乗せて投げれるので、あの重たいルアーでも投げれたりするっていうですね、そういうシリーズですね。強いけど曲がるスーパーバーサタイルロットが完成みたいな、そんな感じですね。で 8.3 になると 8.3 も 8.3 も長さがありながら 6.6L プラスと同じ感じで、6g から 28g まで、まあ、投げれると、軽いルアーから一般的に使われるだろう 14cm ミノなどまでが扱いやすいという感じですね。で河川で、まあ、円筒もできてでかい魚を引っ張り出してくれるっていう、そういう、釣り人の希望を叶えてくれるっていう竿ですね。で 9.2L っていう風になってくると、ルアーウェイトがちょっと8から40っていう風にかなりパワーアップしますね。はい、うん、で根元から7割弱の位置で魚を止めるために芯を入れたっていう風にね、書いてますね。はい、軽いルアーも投げれつつさらにパワーアップしてるっていう感じですね。あと分かりやすいこう説明で言うと、ベンダーバールを少しライトにした待望のブランクスっていう風に書いてあるんですね。あのベンダーバールですね、あの結構人気で赤目とか大きいのも釣れたっていうね、であれを少しライトにしたような感じで長くなってるっていう印象ですね。その竿がまあ発売されると、この3種類が L プラスですね。あとですね、あの BC4 っていうね、あの4ピースにしてさらにこう短くなるっていうシリーズが、昨年登場しましたけども、まず記憶に新しいところなんですけどね、これのですね、6.エクストラヘビーっていうのが出ます。6フィート10インチの長さがあって、でエクストラヘビーのパワーですね。でこのエクストラヘビーって相当強いみたいで、これコモドのパワーって書いてますね。あのコモドっていうと本当にこのシリーズでも一番あのパワーがある竿で、あのライフゲームにもほど全然使えたりするような感じなんですけど、あのパワーをですね、なんとこの4本継ぎでですね4ピースで実現してしまったっていう感じですね。これ赤塚さんもね、こう全然ライオン釣り行けますよみたいな話をしてましたんで、ですからすごい小さくなりますんで、コンパクトにしてすごいあの遠いあの釣り場に行ってライオン釣りがしたいなっていう人には、まあいい味方になってくれるのかなっていう感じですね。だから海魚釣りロッドの情報プラス、あのライオンにも使える竿の情報というのもできましたね。でこれを聞いて思ったのがですね、うち今あの昨年出たあの5フィート10インチの方のエクストラヘビーも、今在庫あるんですけども、でこの5フィート10インチのエクストラヘビーもだから同じパワーなんで、あのライオン釣り行けますよみたいな話をしてましたので、ですからね、コンパクトにして、あのすごいコンパクトになる竿でライオンが釣りたいという方は、このエクストラヘビーシリーズっていうのがいいんじゃないでしょうか。はい、でこの6点のエクストラヘビーは新製品なので発売がちょっと遅くなりますけども、まあ6フィート弱ぐらいでやりたい人は、あの今5点のB4 の5点のエクストラヘビー在庫ありますので、ぜひあのご購入くださいということですね。はい、すいません。
あとですね、フィッシュマンさんはですね、ロッドケースも、出します。で、前シエラ専用 のロッドケースっていう、こう背中に背負えるやつを出してましたけども、あれのね、さらに新しいやつが出て、でシエラ専用のやつはシエラ短いので、先がこう閉じてて、こう縛るような感じでですね、でこう担いで使うっていう風だったんですけど、先が穴が開いているモデルが出ます。ですから長い竿でも全部こう入れれますと。はい、あと幅が、横幅が広くなってますんで、それこそスピニングの竿とかも入っちゃったりとか。じゃあ先のティップの方がちょっと心配だなっていう人のために、ティップカバーもちゃんとついてますので、ティップカバーもついて、でこう持ち運びできるっていうですね、新しいタイプのロッドケースもね、出ます。はい、でですね、あとはロッドベルトもね、出ます。ワンセットになってます。短いのと長いのがね、ワンセットになったロッドベルトが出たりとか、あとパーカーですね、パーカーも登場します。でこれで非常にこう優れた性能なんですけど、これ釣り用のパーカーで、これ価格6900円って書いてあるんで、すごい安い値段になってますんで、これも出てもらっても入荷する予定ですね。これもおすすめですね。あと T シャツもちょっとあるみたいな。 T シャツもね、いろんなメーカーさんのうち T シャツ入れて在庫がちょっと多いので、これは注文してませんけどもですね、T シャツもちょっと興味がある方がいれば、また声かけていただければなっていう感じですね。でこの現時点でですね、この1月の半ばぐらいの時点でまた新しい情報として入ってるのが、生付けのルアーの情報がいくつかありますね。まずはおなじみのスミスですね、スミスさん のキャタピークリカですね。キャタピークリカが4色、また今年も今年の限定カラーっていうのが出ます。昨年はですね、ヤドクガエルカラーっていうのがありましたね、キャタピークリカで、あれの今年バージョンっていう感じですね。そのヤドクっぽい色ですね、ヤドクカラーみたいなのと、あと人気のあるレインボーカラーっていうのが出ます。で、一昨年まではですね、キャタピークリッカーの限定カラーって入れ食い、豊橋の豚屋さんの限定カラーの入れ食いシリーズみたいな感じで、で全国的にこう発送するようなキャタピーの限定カラーっていうのは、サイレントモデルっていうのが一般的でしたけども、昨年ぐらいからですね、キャタピークリッカーで限定カラーを出すようになりましたね。ですから、キャタピーファンには、たまらないのではないでしょうかね。これも要チェックですね。これもね、発売はちょっとまだ後なので、お楽しみにっていう感じですね。あとザクトクラフトさんですね、ナマズルアーというのですね。でこのザクトクラフトさんがですね、結構どんどんザクナのカラーとか入れ替えていくみたいで、ホワイトとかパールホワイトとか、ピンクヘッドとかですね、定番のカラーは残すんですけど、残さないカラーっていうのもあるみたい でどんどん色がこう変わっていったり廃盤になっていったりします。でうちに今この撮影してる時点でちょっとだけ在庫があるですね、B カラーって言ってオレンジみたいな赤みたいなカラーですね、B カラーがもう完全に終わりみたいですね。でうちも現時点ではちょこっとだけ在庫ありますので、欲しい方は早い者勝ちなのでよろしくお願いします。でこれも一応概要欄に貼っておきますけども、もし載ってなかったら売り切れたと思ってください。はい、そうですね。あとザクトさんはロットですね、ロットの生ズミスがすごい人気あるシリーズなんですけど、でも5点がすでにもう廃盤ということで、もううちの在庫もメーカー在庫も全部なくなっちゃってるんですけど、他のロットも一旦終わりにするみたいなんで、こちらも早いもん勝ちですね。特に70M とかがすごいうちでも人気ありますんで、今一応在庫ある状態にはなっておりますので、これも説明欄に載せておきますので、欲しい方はお早めにですね。あとは今年の4月にまた毎年やってる、あれを生ズ祭りやる予定なので、そこで振ったり投げたりして即売会もやる予定がありますので、もうねちょっとなくなっちゃう前に、生ズミスが興味ある方はぜひお早めにお買い求めくださいってことですね。あとはザクトクラフトさんはもう一個あって、コットンキャップですね、キャップを出します。でいつもおしゃれな、キャップを出してきてね、ナマズ祭りとかでお買い上げいただいてね、皆さん喜んでいただいてるんですけども、で今年登場するちょっと紺色のコットンキャップがありまして、でこれがですね限定50個らしいです。限定50個なので逃すともないかもしれないんで、こちらもお早めにお願いします。デンデマルでもね入荷する予定です。入荷した状態になり次第、こちらも
あの説明欄に載せておきます。で載ってなかったら あの売り切れだと思ってくださいね。もうメーカーでもなくなったと思ってください。でちょっとルアーキャート2つ紹介したいんですけども、これはですね、あのブラックバス用のルアーなんですけども、一応あのノイジー系のルアーなので、ナマズやる人が興味あるかなと思って、紹介します。まず1つ目がですね、あのデプスさんのちょっとこう大きいあのクローラー系のルアーで、あの NZ クローラーっていうね、ナマズの顔したあのルアーがあって、でこれもすごい人気があって、去年もうばっと瞬く間になくなっちゃったんですけど、これもですね、あの日本一に出席する店舗さんっていう条件でですね、あの受注をちょっとあの受けていただいたので、一応入荷予定があります。で、あの一応色のラインナップとして6色あるはずなんですけど、昨年は3色しか入ってきてないんで、もしかしたら今回はあの前回とは違う方の3色が入ってくるっていう可能性があります。でこちらもねすごい人気があって、でだいたいいくつ数が入っているかっていうのも全然読めないので、あの事前の予約っていうのはちょっとお断りしてますけども、まあ、一応これがねあの入荷できるっていう情報だけ皆様にお届けします。で、あとはバス系で同じようなちょっとね大きめであのクローラーベイトで人気があるので、あのシグナルさん の, あのリザードクローラーっていうルアーですね、ここら辺もすごい人気あってね、あのバスの方とかにも人気あってすぐなくなっちゃったりとか、なかなかそもそも入ってこないとかっていうのがあるんですけど、こちら辺あのここら辺もですね今年のカラーっていうのがあの新色で登場して、一応あの受注は受けていただいている感じです。でこれもですね、ボディがなんかボディの製造の仕方が変わったとかで、あの昨年までよりはその入荷量が増えるんじゃないかなっていう話を聞いていますので、ちょっとは安定して提供できるかもしれないです。ただこれもねまだはっきりしないので、あの事前予約とかはできませんけども、このリザードクローラーっていうのもあの入荷する予定があります。で最後ですね、これ最後になるんですけども、あのアゴプロダクツさんですね、昨年新しいあの2ピースのライオロットを出して結構おしゃれなので、まあ、うちもすぐ売り切れちゃったりとか、あとはちょっとあのライト目の可愛い小さいフロッグですね、あのライオロのフロッグですね。でペイントがなんかあのオールドルアーを思わせるような可愛いペイントで、そこら辺のルアーとかサオとかがね人気あったあの長崎県 の, あのアゴプロダクツさんメーカーがあるんですけど、でここがですねスナップを出します。で結構あのかなり頑丈で作りが良くてっていうので、使いやすい感じで、あのかなり自信を持ってあの進められましたんで、これもですねあのナマズやる方でね、アセンブリをつけるのでスナップをつけますっていう方とかあのいらっしゃいますね。であとはああいうあのリーダーとかあのバレンクッションとかですね、そういうリーダー系の先のあのスナップを自分の好きなものに変えて使うっていう方が結構いらっしゃると思いますんで、それでこのアゴプロダクツさんのスナップはいいのかなと思いましたね。あの品質がすごいいいのに価格が安くて、あの希望小売価格が300円の消費税っていうことなので、ぜひこう試してほしいっていう声を聞きましたので、これちょっとご紹介しました。でちなみにこのアゴプロダクツさんのスナップっていうのは、うちあのサンプルが置いてありますんで、曲げたり触ったりこうしていただいて、気に入ったら買っていただくってことができますので、興味がある方は声をかけていただいたらそれをお見せしますのでね、スナップという感じですね。ということでですね、まだフィッシングショーも来てないのに、あのまあまあね、あの新情報が入ってきておりますので、今回はちょっと動画であの発表してみました、うん、であのちょっと勘違いしないでくださいね、まだあの入荷してないものとか発売されてないものとかもありますので、ちゃんとその説明を聞いてですね、待つものは待って、あの急ぐものは急いで、あのご購入いただければと思います。以上2018年最初の商品最新情報でした。